2006年にトレイ・ヒルマンと監督批判で揉めたという、はい、これ有名になったよね。めちゃくちゃコツコツ2桁しながら、うん、給料も地味に上げていって、うん、あんまりこう目立たないようにしてたんですけど、これで一気にあの名前が売れてしまったって。いや、その時に給料いくらまでいった、まあ、2億2000万が。え、2億超えたの？で、その2006年だったんですよ。4年連続2桁してて。で、2億、はい、俺5年連続2桁で6000万。すいません。このさ、なんか腹立っていいな。でも去年も僕タイガースしましたけど、ああタイガースの青柳晃洋として今もうエースなんですけど、ああああ、ね、13勝13勝で2億4000万ですよ。その2年連続2人が時代がもうよくやり直したい。この時代に須崎さんがいたらいくら稼ぎですねんって話ですよ。本当に15、15、16でこの3年で3億ぐらいかじゃん。